こんにちは、くまみきです。今回はこちら、ふなっしーのふなカフェを紹介します。渋谷パルコパート1 7回ザ・ゲストカフェ&ディナーで9月2日から期間限定オープンのふなっしーカフェに一足お先にお邪魔してきました。今までのキキララカフェ、マイメロディーカフェもレポしたんですけど、まさか次のコラボがふなっしーだなんて全然想像してなかったんで、すごいびっくりだし、めっちゃ嬉しいです。このカフェはふなっしーのお話という絵本に登場するふなカフェがリアル店舗になったよっていうのがコンセプトで、店頭には梨のヘタとリボンをつけてふなっしーになりきって記念撮影ができるフォトスポットが用意されていました。そしてなんと、行列のできる法律相談所でおなじみの大渕愛子先生がいらっしゃいました。ふなっしーの、ね、空間に目をキラキラさせてすごい楽しんでいて、すごい可愛かったです。お写真一緒にありがとうございました。メニューは今回もかなり凝っていて、味はもちろん目の海苔のサイズもそれぞれ違うくらいこだわりがあるんですけど、一番のおすすめはイリュージョンムース梨汁添えです。モコモコの煙の中からふなっしーが登場するパフォーマンスがすごい豪華で、味も美味しかったです。あとはお土産マグカップ付きの汁なし担々麺と大好物デザートプレート、お土産キーホルダー付きのたっぷりなし汁ブシャーソーダ、このグッズはどっちも非売品なんで絶対頼むべきだなって思います。あとドリンクにはコースターもランダムでついてくるし、ペーパーランチョンマットも持ち帰り可能です。限定グッズとオフィシャルグッズも充実してて、私はこのふなっしーのパペットをゲットしました。お土産には特大アイシングクッキーがおすすめです。グッズコーナーはカフェに並ばなくても入れるそうなので、行列が苦手な方もぜひ行ってみてください。以上でふなカフェレポは終了なんですけど、最後にお知らせです。会場でいただいたしおりにふなっしー絵本第2弾が登場って書いてありました。10月末発売予定ってことなんで、ちょっと今回どんなお話なのかすごい楽しみです。そして今回ご一緒させてもらったストリートガールズスナップさんの方でもレポートやスナップが掲載されてますので、合わせてチェックお願いします。ふなカフェ情報と一緒に動画の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ一緒にチェックしてください。あと以前レポしたラフォーレのふなっしーコレクション、キキララカフェ、マイメロカフェのリンクも貼っておくので、ぜひ見てください。それじゃまたね。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。そしてブログも書いてるのでぜひチェックしてください。関連動画やおすすめ動画のリンクも貼ってあります。パソコンからご視聴の方はここをクリックするとチャンネル登録できますので、よろしくお願いします。そして説明欄には私のブランドパチパチファクトリーのショップリンクや Twitter、Instagram、Facebook などの SNS のリンクも貼ってあるので、合わせてフォローをお願いします。それではまたのご視聴をお待ちしております。バイバイ。